安心安全な愛知のために頑張ります。今日午後、愛知県警本部では一日通信司令官に VTuber が任命され、110番通報の受信の状況や事件が起きた際どのように指揮をするかなどを動画を使って紹介しました。愛知県警によりますと、1年間で受理する通報はおよそ60万件ありますが、そのうち4分の1程度は緊急性のないものだということです。重大事件事故が起きているときに、不要不急、もっと言いますとね、いたずら虚偽電話ですとね、その分警察官の投入がですね、遅れてしまうんですよね。110番はですね、緊急事態に限ってお使いいただきたい。警察は緊急の対応を必要としない相談は、専用電話シャープ9110を利用してほしいと呼びかけています。